大丈夫、はい、はい、皆さんこんにちは、2020年3月13日金曜日、ウェブ朝倉学校の第10回です。理科です。で、理科、前回その今回は、希少化岩石をやると言ったんですが、ちょっと都合により、生物の内容をやります。動物の増え方ということをやります。それでは、素材を見ていきましょう。2018年千葉県後期公立高校入試の後期の問題です。動物の増え方について調べるために学校の近くに生育するカエルを観察しました。これに関して後の1から4の問いに答えなさい。観察のまとめ、図1は観察したヒキガエルです。春にこのカエルが生息する地域の池に図2のような紐状のものがあり、中にたくさんの黒っぽい粒を観察することができました。この黒っぽい粒を持ち帰り成長の様子を観察したところ、図3のように育ったので、この粒はヒキガエルの受精卵であることが分かりました。さて、こういうゼリー状の中に入ってるんですね。で、その時に、まず、まあ、このカエルについての問題です。カエルは両生類である。両生類の特徴として最も適切なものを選べと、ちょっとあらかじめ答えに近いものを書き込んでしまってますけど、体の表面は鱗で覆われている。これは鱗で覆われているのは魚類と爬虫類ですね。魚類と爬虫類ですので違います。で、両生類は体の表面が湿っている、非常に柔らかい形ですので鱗はありません。じゃあ次、軟体動物である。で、軟体動物というのはイカとタコと貝などで、まあ、確かに柔らかい体だと、まあ、カエルは柔らかい体ですけど、軟体動物というのはあるグループの分類で、このグループを示しますので両生類とは違います。で、次、コアエラで呼吸する。これ正しいですね。で、次、高温動物である。これは鳥類と哺乳類です、はい、ということで、うが正解になりますけど、今のことをまとめで確認しましょう。で、まずこの脊椎動物の中核である魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類の分類はこの前動物の話の時にいたしました。で、確認しますと、鱗を持っているのは魚類と爬虫類で、高温動物が鳥類と哺乳類ですね。そして正解であったのが、両生類が幼生、オタマジャクシの段階でエラと呼吸し、大人になると肺と皮膚で呼吸するということですね。そして軟体動物についてですけど、軟体動物は脊椎カエルとか私たちみたいに背骨がある動物じゃない、無脊椎動物の中の一グループ、貝やイカタコのグループがそうであります。それではここでカエルにちょっと親しみを持っていただくために、カエルに関するちょっと小話を余談でいたしたいと思います。で、今日のカエルと江戸のカエルという、話があるんですね。これはどういう話かと言いますと、昔京都にカエルが住んでたと、まあでその京都のカエルは、まあ、京都の町で住んでたけど京都の町に飽きてしまって、まあ、江戸に行きたくなったんですね。江戸に行きたくなった。で、江戸にもカエルが住んでた。で、江戸の、カエルもまあ、江戸の町に飽きてしまって、まあ、京都の町が風情があって魅力的だから、その京都に行きたくなった。で、お互い東海道を歩いていくんですね。歩いていきます。で、歩いていって、多分、まあ、今の東海地方、まあ、愛知県あたりで出会ったんですけど、お互い、まあ、譲らないんですね。道を譲らない。で、道を譲らないとどうなるかというと、こうだんだんとこうお相撲さんみたいにこう取っ組み合いの形なんですね。そうすると、ちょっとこのカエルの姿見てください。で、カエルっていうのは比較的体の背面に目がついてますので、お互い腹を、ぶつけて、押し合いをしてると目がこっちになるんですね。で、そうするとこっちの街が見える。そうすると京都のカエルはここまで来たんだけど、ここ後ろの方に素敵な街があるように見える。で、江戸のカエルも、ここまで来たんだけど、こっち見たら江戸の、まあ、ここに素敵な街があるように見えるということで引き返すんですね。引き返してまた京都のカエルは京都に戻り、江戸のカエルは江戸に戻ったって話です。で、これは何かというと、ふるさとというのは、まあ、いろいろなしがらみとかがあって、
ちょっと嫌になって他の、土地を目指すこともあるんだけど、意外にその一回ふるさとと離れてみると、まあ、実は元のふるさとが素敵だったことに気づいてまた戻るという世界ですね。まあ、社会では U ターンと言ってますけど、一旦東京に出た人がまたふるさとに戻るような現象のことですね。まあ、そういうだから、まあ、ふるさとは時々見直すといいですよという話です。はい、それでは次の話に行きましょう。動物の受精について最も適切なものを A から N のうちから一つ選び、その符号を書きなさいと。で、受精ってのは何かというと、ちょっと確認します。メスがまず、受精してない卵を産みます。卵細胞を産みます。で、そこにオスが精子をかけるんですね。で、そして卵と精子が合体すると受精卵になります。で、受精卵になるとやがてオタマジャクシを目指す方向に進んでいくんですね。さて、で、選択肢、受精について一つの卵細胞、精細胞が卵の中に入る、一つの精子が卵の中に入る、一つの卵が精細胞の中に入る、一つの卵が精子の中に入る。で、これはこっちはどっちがどっちに入るかという問題ですけど、これ精子と卵の大きさはどうかというと、これちょっとカエルに もう同じような話があるんですけど、人で比べてみましょう。で、人の卵は お母さんの卵巣の中にありまして、まあ、排卵されてくるという現象を起こします。で、人の卵はだいたい直径140マイクロメーターぐらいなんですね。マイクロというのはミリより一つ下の単位、小さな単位です。で、一方人の精子は、長さが60マイクロメーターぐらいです。で、非常に細長い形をしてまして、鞭毛というものを持って泳いでるんですね。で、そうすると、まあ、人の卵っていうのは動物の社会の卵の中で比較的小さい方なんですけど、それでも精子よりずっと大きいんです。で、精子の方が泳いでこう卵の方に到達する。で、卵が栄養分をいろいろ蓄えてるんですね。もともとメスが作る卵の方が栄養分を蓄えていて、人の精子っていうのはこの核という遺伝子の入れ物だけを先頭に持っていて、これだけを鞭毛で運んでくるような形になっております。で、人の卵の方にも核遺伝子がありまして、この2つが合体して、受精卵になり、それが次の命につながっていくということになります。そうすると選択肢に戻りますと、いいです。1つの精子が卵の中にある。で、精細胞という言葉があるんですけど、これはこういう鞭毛という泳ぐ構造を持たない、まあ、こういうものでありまして、植物なんかで精細胞というものがあるんですけど、動物の精子は泳ぎますので精子が正しいです。泳ぐやつは精子です。はい、それでは次、動物の受精と発生について述べた文として、適当でないものを A から A から一つ選びます。今度適当でないものを選ぶんですね。さて、メスの生殖細胞、まあ、卵細胞のことですけど、卵巣で作られる、これ正しいです。卵の巣というふうに書きますね。これ卵を育てる場所ということで卵の巣と書きます。ちなみにオスの精子を育てるのは精巣と言ってまして、これは正しいです。で、次、受精卵は分裂して胚になる。さて、この胚という言葉、これ注目してほしいんですが、ちょっとオタマジャクシの話でいきましょう。はい、受精卵が精子と卵が受精して受精卵ができる。で、受精卵ができると次第に、形が変わってオタマジャクシになって最後にカエルになるんですけど、実はオタマジャクシというのを幼生と言ってまして、オタマジャクシはオタマジャクシなりに自分で餌を食べるんですが、その餌を食べる以前にちょっと受精卵が変形した、まあ、これダルマのように見えますけど、こういうような構造を作る。この時には餌を食べてないんですね、ということです。で、受精卵が発生して餌を自分で食べられるようになるまでの段階を胚と言ってます。で、人間でいうとそのお母さん の羊水の中にいる胎児の段階がこの、まあ、胚の、胎児の特に初期の段階を胚と言ってまして、これは餌を食べられない。で、餌を食べられないにもかかわらず、これ実は、徐々に形が変化してるんですけど、ここに卵黄という栄養分があるんですね。
ここに。でその栄養分を使って、まあ、餌は食べられない、これもともとお母さんからもらった栄養分ですけど、発生をしているというのがこの肺の段階です。それでは次、これも丸です。分裂して肺になる。で次、肺の細胞は数が増えると形や働きの違うさまざまな部分に分かれる。はい、これはどういうことかというと、さっきここに言いましたけど、その幼生、自分で餌を食べられる段階に至るまでを肺というんですけど、肺の中ではこの受精卵の様子とこの肺の様子とちょっと違うことに注目するんですけど、受精卵は単に球体です。形としては球体。ところがだんだんとこれ脊椎ですね、脊椎の元ができて、でこの中に脊髄という神経も入ってる。でここら辺に脳ができると、でここら辺に目もできていくという形で、なんとなく構造ができていくんですね。でその細胞たちが、ここは私はここの部分の細胞は脊椎になります、ここは脊髄になります、ここは目になりますよとか、ここは脳になりますよという役割を分担していくことを分化と言ってます。でこの分化というのは、人間社会に類似すると、人間社会で分業という言葉がありますね。人間社会80億人ぐらいが世界で、暮らしてるわけですけど、ちょっと世界まで広げると大変ですから、日本で1億人ぐらいが暮らしてるわけですけど、ある人は魚を、取ると、である人は野菜を作ると、である人はコンピューターを作るというふうに役割分担して、その役割分担した製品を、交流しながら生活してますね。役割分担することを分業と言ってます。で細胞の社会も一緒で、ここは目になります、ここは脳になりますというふうに分かれるということを生物学では、理科では分化と言ってます。ということで、これも正しい、これ分化のことですね。形や働きを、分化ということになります。で、次、肺になるとすぐに自分で餌を取り始める。これはさっきから言ってるように、幼生が自分で餌を取り始める段階、幼生って言ってますから、肺はまだ自分で餌を食べませんので、適切でないものは餌ということになります。それでは次4番。この4番が実は中学の理科の中では最もちょっと難しいところなんですが、でここではちょっと高校で学ぶことを先取りして説明したいと思います。まずこの染色体ってのは何かという話ですね。DNA という言葉とか遺伝子という言葉とか染色体という言葉はなんとなく同じようなものを示しているという、近いものを示しているということは分かると思うんですけど、ちょっと正確な関係を、説明しておきましょう。で、DNA という分子があります。細長い分子。この中に人の体のさまざまな設計図が入っております。で、これ二重らせんをしているんですが、非常に細いものなんで、これ以降は1本に表してますけど、本当は中二重らせんをしてます。でこの DNA という赤い糸が非常に長い。人でいうと、なんと人の細胞の中にある染色体を全部つなぎ合わせると、なんと、顕微鏡で見える細胞の中の核の中に2メートルもの長さの紐が入っているんですね。でそれをどうやってうまく収納しているかというと、ヒストンという玉に巻きつけています。でヒストンというタンパクの玉に巻きつけて、それを何重にも折りたたんで、うまく折りたたんでやった構造を染色体と言います。つまり染色体というのは DNA をうまく折りたたんで収納した紐なんですね。でそれが核という入れ物の中に入ってるんです。ということで、染色体という紐を私たちは持ってると。さてその染色体なんですが、染色体の本数は生物によっていろいろあります。で一番身近な人で、考えてみましょう。で、お母さんの染色体は先天進化の場合にはちょっと例外もあるんですけど、基本的に人間の染色体は46本の、染色体という紐を持ってます。でお父さんも実は46本の紐を持ってるんですね。ここの中にさまざまな遺伝子が入ってます。さてこの46本お母さんが紐を持ってるのは、実は母方のおばあちゃんから23本、博多のおじいちゃんから23本受け継いで、
46本になって、お父さんも同様です。母方と父方から23本受け継いで46本になってるんです。さて、そうやってお母さんお父さんがいますけど、そこのお母さんが卵細胞を作り、お父さんが精子を作るわけですけど、それがもし46本をそのまま持ってきたら子供92本になってしまいます。で、同じような子供が結婚して子供産んだら、92×2 ですから、孫は184本になる。で、またその184本の孫同士が孫の世代同士が結婚したら、ひ孫は368本になるということで、もしここで数を減らさなかったら、あの倍々で染色体が増えてしまいますけど、染色体の数は平安時代から江戸時代から現在に至るまで、46本なんですね、人の染色体は。で、なぜかというと、うまいことやってるんですね。お母さんが卵細胞を作るときに、これもともと母方のおじいちゃんおばあちゃんから1セットずつ23本ずつ受け継いで2セット持って46本になってるので、また1セットに戻すんですね。23本にします。そしてお父さんが精子を作るときも46本から23本にします。これを染色体の数を減らすので減数分裂と言ってます。で、減数分裂した結果のものがまた受精しますので、また受精卵46本を戻るんですね。それでまたついつまがあってんです。ということで、46本の受精卵が実は、胎児の時には新生児の時には3兆個の細胞になり、そして大人になると60兆個の細胞になるんですけど、この時に数を増やすのは46本のままコピーをして増やしていきます。で、コピーして、実は受精卵と全く同じ遺伝子、私たちの体の細胞は手の細胞もそれから脳の細胞も筋肉の細胞も、全て46本の染色体を持ってるんですけど、にもかかわらず脳になったり神経、脳になったり筋肉になったり皮膚になったりする差が生まれてるのは、さっき言った文化ですね。遺伝子の中で使ってる遺伝子と眠らせてる遺伝子が異なるから役割分担していけるんですけど、情報としては全く同じものを持ってる。で、この受精卵のコピーをしていく分裂のことを体細胞分裂と言ってます。受精卵から成長段階では体細胞分裂をし、子供を作るときにだけ減数分裂をするという仕組みがあります。それでは今46本と23本と紐にしましたけど、それをこの問題では簡略に、2本の紐にしてます。で、親の細胞が生殖細胞を作るとき2本が1本になってますね。これが減数分裂です。減数分裂、数を減らしてますので。そして受精卵ができ、受精卵がこれ成長したその時の子供という意味ですけど、新しく産んだ子供という意味じゃなくて、この受精卵が成長した、この子供に なるときは体細胞分裂で増えていきますので、答えは減数分裂と体細胞分裂でうということになります。はい。それでは、ちょっと、本日は短めですけど、後半で、この最後に示した人の話ですね。人の話をもう少し詳しく受精の話とかを深めていきますので、ちょっと高校レベルの内容になりますけど、理解できる内容だと思いますので、10分後またぜひ、見てください。では一旦休憩します。ご清聴ありがとうございました。